カナデビアは1881年大阪鉄工所として造船業を創業しました。以来造船とプラント技術で培ったエンジニアリングとものづくりで社会に役立つ製品を生み出しています。創業150年を迎える2030年に向かって環境や水事業を中心に展開、循環型社会の実現に向けて様々な問題に取り組んでいます。水処理事業では汚泥再生処理システムやろ過装置などの製品を開発しています。カナデビアが開発した増硫脱輪プロセスポスニックスは輪の除去を低コストで可能にし、リサイクルを実現した装置です。輪は家畜の飼料や農作物の肥料、洗剤や薬品などに使われています。世界的にも需要が増加しており、枯渇が心配されています。ところが日本は輪のほぼ全てを輸入に頼っており、農業での需要は年間40万トンにも及びます。そこでカナデビアは下水に流れ込む輪に注目しました。人は1日およそ 1g のリンを排出しています。そのため下水には年間5万トンものリンが流れ込んでいることになります。日本の下水の汚泥を再利用してリンを抽出することに成功したのです。ではフォスニックスのシステムフローについて見ていきましょう。下水処理施設の消化汚泥を汚泥脱水機によって脱水計器と濾液に分けます。脱水濾液を原水としてフォスニックスの反応棟へ連続して注入していきます。同時にマグネシウム薬剤も所定量注入します。使用するマグネシウム薬剤や原水の水質によっては加勢ソーダも加えて pH 調整を行います。次にエアーを吹き込み攪拌混合をしていきます。次第にリンの微細結晶が生成されます。その結晶はマップと呼ばれます。生成されたマップは引き抜いて分離回収します。水切りを行い自然乾燥させます。島根県にある宍道湖東部浄化センターはいち早くフォスニックスを導入した施設です。一月に2回マップは払い出され、肥料業者へ引き渡されています。マップは肥料として有効に活用されています。再利用されたリンは土に帰り、私たちのもとへまた巡ってくるのです。フォスニックスの利用によって循環型社会の実現へ進んでいます。カナデビアはこれからも新製品、新事業の開発に取り組んでいきます。技術と誠意で社会に役立つ価値を創造し、豊かな未来に貢献します。